悲劇の元凶となる最強下道ラスボス女王は民のために尽くします。は、天一による日本のライトノベル。イラストは鈴之助が担当している。略称はラスため。小説投稿サイト小説家になろうでオンライン小説として悲劇の元凶となる最強下道ラスボス女王は民のために尽くします。ラスボスチートと王女の権威で救える人は救いたいの。 タイトルで2018年4月19日から2020年5月21日まで第1部が連載された。2020年5月25日から第2部が連載中。また、アイリスネオより2019年6月から書籍化されている。ゼロサムオンラインにて2020年3月19日より、松浦文庫によるコミカライズが連載中。2018年8月31日。 小説投稿サイト、小説家になろう、一人者アイリス編集部、第1回アイリスネオファンタジー大賞に行って金賞を受賞。2021年4月時点で、電子版を含めたシリーズ累計発行部数は50万部を突破している。乙女ゲームの世界に転生していることに気づいたプライド、第一王女。八歳で、恩意継承の証となる、予知能力を目覚めさせたことにより、 第一王位継承者となったプライドは、持てる権力と地位と的な能力で、起こりうる悲劇から人々を救っていく。ありがとうございます。